OK は、賛成、同意、承認や、好調、正しいを表す英語の単語、OK とも表記される。日本語を含めた様々な言語で用いられている。歴史上、OK が最初に現れたのは1839年のボストンの新聞で、オルカレクトの略語として現れた。OK は、新しい単語であるにもかかわらず、急速に広まったため、その語源については、 様々な伝説がある。歴史的な文献によった理論ではなく、伝説や冗談が真面目な理論に影響を与えていることもある。19世紀以来この単語は世界中に広まり、1860年にはイギリスで OK という綴りが現れた。20世紀になると英語話者には日常的に使われるようになり、非英語圏でも使われるようになった。項としてがあるが、 意味は OK と同じで、同期の部分は特に意味なく添えられたものである。アレン・ウォーカー・リードは1963年から1964年にかけてアメリカン・スピーチ誌の6つの論文で略語、OK の初期の歴史について決定的な研究を発表した。リードはこの後の合衆国における広まりと進化を新聞などの文書で追跡し、後に 世界への広まりについても調べた。また、この語をめぐる議論や語源についての民間伝承の歴史についても書き残している。最初に、OK が印刷された例は、1839年のボストンの新聞、ボストンモーニングポストである。一時的な流行語として、略語やイニシャルが使われることがあるが、初期の OK もそうしたものである。当時の流行語としての略語には、GTT や、 KY がある。こうした流行語は新聞に載るようになる前には、会話や非公式な文書で長らく使われていたものであろう。OK は、オールコレクトの綴り間違いとされ、最初の数年間はそうした注釈付きで印刷された。注釈には、オルカレクトやオーレカレックのような乱れた綴りの編集もある。語時による言葉遊びは、新しい略語とともに、アメリカの流行となった。 初期の段階では、OK は流行の略語として、ボストンから他の都市に広まった。OK の広まりの第二段階は1840年の合衆国大統領選挙で、これによって OK は長続きすることになった。大統領候補マーティン・バンビューレンを支持する民主党支持者は、オルカレクトをバンビューレンのあだ名であるオールド、キンダーフックにかけた。これに対して、ホイック党の反対者は、 王家、OK、はビューレンの政治上の死でもあるアンドリュー・ジャクソンが綴りを間違えてオルカレクトと書いたのが起源だとした。この選挙によって王家、OK、は有名になり略語の起源をジャクソンのせいにする民間伝承が生まれた。王、OK、家はその後の20年間に合衆国中に広まり、おそらく1848年にはジャマイカに到達した。南北戦争によってこの後の使用は強固なものとなり、 合衆国の和者にとって一般的なことなっただけでなくさらに広がるようになった。19世紀後半にはイギリスなど多くの国に広まった。イギリスでは OK は不適切なアメリカ英語とみなされたが第一次第二次世界大戦間には広く認められるようになった。OK は言葉遊びから始まったため当初から民間語芸や語源についての冗談を生むことになった。 次第に言葉遊びにも1840年の大統領選挙にも関係のない民間語源が現れ出した。1859年のテネシー州の歴史家はアンドリュー・ジャクソンが1790年に手紙に書いた OR を OK と勘違いしたことが始まりと主張した。1941年に写真の解析によって 誤りが証明されるまで期限をジャクソンに返す理論が支配的であった。アレン・ウォーカー・リードによれば、1885年にアラバマ大学の英語学教授は、OK の期限を直等語の OK としたとされる。この理論はウッドロー・ウィルソン大統領に支持された。リードの白式に関わらず、この話は歴史的な記録に欠けている。しかしながら、 アメリカ先住民の研究者の間では、この理論は未だに人気がある。第二次世界大戦におけるゼロキルドが OK の語源になったという伝承もある。この語は戦闘で部隊に被害がなかった時に使われるもので縮まって 0K になったとされる。OK は大戦の100年前から使われているので、これは時代を間違いすぎである。同様に南北戦争におけるゼロキルドが 語源になったという伝承もあるが、やはり時代を間違えている。企業における品質管理システムが語源であるとする伝承もある。OK というイニシャルの検査係が最終確認をしたためというものである。この話には、その会社とはフォードモーターであるとか、その検査係の名前はオマール・クーレムスキーであるとかのバージョンもある。その他、1830年代にドントノーを DK と省略することが流行したことによるものとする説や配置の港、でかいで良質のラム酒が輸出されていたことに由来して船員たちがよし賛成の意味で使用したなどの説がある。日本語を含む複数の言語においてもパソコンのダイアログボックスなどでは OK の表記が用いられる。OK は英語圏以外でも広く使われている。ヨーロッパではどこでもこの単語は使われ、 理解される。ブラジルとメキシコでも OK はよく使われ、英語と同じように発音される。ポルトガルでも英語と同じように発音されるが、オーカイのように聞こえる。日本と韓国では OK の意味はやや狭く、英語の往来に近い意味で使われる。中国では OK に近い単語は、公寮で、外国人と会話するときには OK が公寮の代わりになる。また、OK 量は、 合意ができたことを表す。台湾では OK はよく使われ、若者言葉ではなくなっている。フィリピンでの OK ラングは、日常的な表現で、大丈夫です。元気ですの意味である。複数の言語において、パソコンで通知などがあった時に、ユーザーがそれについて確認などしたことを表明する、ボタンの表記が OK であるものがある。ありがとうございます。